ドロップキック自爆、これは痛い。そして回って速い角度のスープレックス。今のなんか綺麗じゃない？いや今ちょっとボーっと加藤さん、今声がなかったですね。いや何の技を次やろうとしてんのかなと思ってっていうのは、うわっ、吉田タッチだ。すごい、すごかった。今のなんかこれは危ない、ドッキリのドロップキックです。すっきれいじゃない。顔面に3発入って4発目、それもロープに自分が飛んでですから、これは、そしてこれはこの2人同期の対決、いい、ね、井上と吉田同期対決、ライバル心がすごいいっぱい、すごい。井上君腕と首を固めたエビ固め、それを裏カンで、前方からの裏カンでカウントは2です。こういう風な、ね、試合してたらもうみんなさ、すごいんです、今のもすごすぎる。ヘッドスタンスを裏カンで決めるという、裏側ヘッドしなすなぁと思いましょうか。立野さん、はい、この攻防早すぎて、いやもう目を奪われるっていうよりは、よく研究してるよね、はい、本当に。さあ、さっきの吉田のドロップキックでね、ああいうドロップキックしてたらみんな吉田のこと大好きになっちゃう、やっぱりちっちゃなことで好きになってくるじゃないですかって、同期の上と井上、そして吉田です。ライバル心はね、もういっぱいでしょうけど、あ、ここで井上とデビーの、これは懐かしい技ですね。これは昔ありました、ダブルアルゼンチンバックブリーカー、これは懐かしい連携プレー。よく2人で考えちゃってんね、えらいよ。そして両足を今度はダブル、これはダブルロベロスペシャルでいくのか、すごい。こんな技の手あまりない、あまりメキシコでもない。それエステルがホールタイムに入ったら、ロータイム、これはまさしくルチャリブレ殺法です。なんかこれ井上強子効果って感じしない？そうそう、ね、自分のプロレスの情熱をさ、みんなに伝染病みたいに移しちゃってんの。なんかなんかみんなプロレス好きなんだよ。デビーが釣られてますね、斉藤さん。え、デビーが釣られていい連携プレー出してますね。今までの試合3ヶ月日本にいたけど一番いいんじゃない、うん、今日が。そうですか。うん、多分。いや一番って全部試合見てないから分かんないけど、だって自分で作ってるもとりあえず人にやられてるよりは。さあ逆肩エビの井上京子、吉田を攻めてます。ロープブレイクです。やはり同期、そして年齢も近いということでね、ライバル心は多いんですけども、ここでデビーがその右足をストンピングです。うわあ、これはあれはえげつないね、今のは、はい、アキレス腱っていうよりアンクルホールドって感じじゃない？なるほど、アンクルホールド、うん、だって、はい、反対から持ってんだもん、さあここでデビーエステルをちっちゃいから飛んじゃうね、この井上とエステル、今技じゃないでしょう、ボディスラム。さあそして井上とデビーの連携プレー、あーこれは長谷と佐々木がよく使うが、面白い。一体この2人英語で日本語で連携プレーを考えたね、どうやって練習したのかな、この人たち。はい、私は井上の動きをただ見てそのままやってるような気がするんですけど、やっぱ体から思えるほど、そんなね、続けようとやる、はい、あ、これは逃げたエステル、あ、そしてキック、エステルはここで頭脳プレーを発揮しました。そしてこれぞまさしくルチャリブレで決めた、裏側ラナーツー、危ない。井上京子、この裏側状態がハイアングルではなくてローアングルからの裏カンナですね。どこでどうホールが決まっても、そしてロープ驚かないね、ドロップキック、そして吉田はレビーをまたしてもドロップキックです。そしてエステルと吉田ダブル、ダブルトップ、ブラボー吉田、いいエステル。いや今何が何だか分かんなかった。お、試合始めからもエネルギッシュなファイト、とどまる、そして止まることを知らない。今まで果たして何種類の技が出たんでしょうか、そして試合終了まで何種類の技が飛び出るのか、興味深いこの4人のタッグマッチですけども、エステルと吉田のトペ、さあそしてパフォーマーです、新しいコンビ、このエステルと吉田、これは魅力十分です。フラインの期待もいっぱいですけども、ここで動きが止まってしまった井上京子とデビー、いや井上京子、両方のチームともよく考えてきてるよプロレスは。すごいコペでレベル差、すごいよ、絶対新しい形のカウントは中です。両選手に見舞ったコペでレベル差、これこれ、やっぱり井上京子はリング美人だ。そしてカナディアンバックブリーカーからエステルをスピリング、
これとスピニングカバーではバックフリーか、カバーに入った、カウント2。今夜このコラカホル大会から復帰戦を行っているエステルと井上京子、2人が怪我をしたなんて誰も信じたくありません。さあ2段目がラッケブラーアタック、この体勢カウント2、エステルの内側だ、2段目がラッケブラーアタックカウント2、すごいスリリングじゃないよ、返した、そして吉田のターン、かわした井上京子、思いっきりがいい分逆転技に出るのか、デビューの井上、あテキサスクローバーに決めて出ました、ローリングテキサスクローバーホールドです。3回戦4回戦振り回す井上京子、そしてロープへ走って最上段から、怖いよ、ここでエステルが最上段に駆け上がった、何を出すのか、バックハンドミサイルのキック、ヒット 100%、 そして吉田が投げた、素晴らしい試合でした、エステル吉田連携プレーにデビューと入れ情報を破りました、吉田やったね。のりゅうさん、はい、いいし、よかったんじゃない、あ、吉田吉田勝っちゃった、勝っちゃった、うん、いや、ここまでね、タッグマッチらしいっていうか、いや、まあ、お互いにペア組んでない同士で組んで、ここまでタッグが味を出すってすごいことだったね、そーっとタッグで練習したね、第4試合超ギゴワタッグ30分一本勝負、エステルモレノ吉田麻里子対井上京子デビーマレンコ、勝者吉田麻里子、エステルモレノ選手にインタビューします。まずエステル選手、ブラボー、良かったという一言ですけども、感想をお願いします。どうもありがとうございました。のメキシコの噂さやっぱりやってからガタンちょっと思うですけど、ブラボーイファンタスティコ、もう最高の試合だったとね、どうもありがとう、はい、そしてフィニッシュ決めた吉田選手、今日ね、あのルチャリブレ札幌にね、いつも通り、そして2人のコンビプレーが良かったんですけど、エステルとのコンビってどうでしたか。はい、あのまだまだエステル選手の方がもうすごい、あのさすがっていうところをたくさん見せていただけるので、これからももっといろいろ教わって勉強したいと思います、はい、あのダブルトベとかですね、連携プレーいっぱいありました。これからもね、いいチームプレーで頑張ってください。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。グラシアス、はい。